さん、こんにちは。本日はいつもと違う天の声が担当するよ。本日訪れたのは小亀富士様2号店。ご注文したのはアイクチャーハン。まずはスープから。こちらはトロリトロリ卵のスープ。そしてメインはパイクパイクパイクチャーハン。まずはチャーハンから。こちらのお店はラーメンとチャーハンが有名でございます。ピヨン出ましてね。ピヨン、いやピヨン、そしてプルプルの揚げるいパイクでございます。うん、これはうまいぞ。お肉が柔らかいね。そしてお肉を口の中に加えたまま、またペロッと。このお肉が口の中に入った状態で食べるチャーハンは最高ですね。最高ですね。そしてまだまだ食べるよ。パイクとチャーハンを組み合わせて、もぐもぐもぐ。そして一番下に入ってるもやしもパクパク。そしてたまに喉ごしらえでスープいただきます。こちらのあんかけがまたたまらないのでございます。アムちゃんはお酢が好きなので、さらっとお酢をかけて食べるのが好みです。いいですか皆さん、ハイクチャーハンを食べればおっとごくごくたい。いいですか皆さん、パイクチャーハンを食べれば、これで君もパーフェクトボレイになれます。しばらくアブちゃんのもぐもぐタイムをお楽しみください。最高、パセク、今は関係ない。こちらのお店なんですが、かなりの種類の定食やラーメンもございます。今回紹介したのはあくまでパイクチャーハンのみですので、ぜひ皆さんお店に伺ってたくさんのメニュー召し上がってみてください。やったんでーやったんでー、全部食べたるねー。やったんでーやったんでー、わーわー言うとりますよ。アゴちゃんは食べるのが早いので、もうあっという間に3分の2以上経ってしまいました。こちらのあんかけとお酢の組み合わせがまたもう食が進むんですね。とまたお酢が出たお酢、お酢またお酢、そして味の唐辛子を入れました。これでさらにエンディングがかかった。大満足。一食くっぷりでもうあっという間に、うん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 でしたね。はい、ごちそうでした。バイバイ。見てこっちこっち、見えない。
マジ？食べないの？お座りして。